はい、こんにちは。じゃあ次のミッション、漆黒の元をプレイしていきます。武器はどうしよう、爆発系のものを使って壊せて変えてるんで、ロケットランチャー持っとこうかな一応。ミサイルこれ1個だけ、あと C4 も持ってるか、持ってるな。ほんじゃいけるかなこれで。じゃあ行きます。中東アフリカ、情報班の情報だ。森か。ターゲットはアンゴラのムヒンダ油田、高架支点の上流にあたる。この一帯は流出した原油まみれ、ムネネ川を渡るパイプラインが破損し、汚染が川沿いに広がったんだ。下流の村では飲み水もままならない。この施設が原油をパイプラインへ送っている。こいつを壊せば流出は止まる。クライアントは環境 NGO だ。油田施設を破壊、原油流出を止めてくれ。表向きは慈善活動だが、引き受けた理由は他にある。もともとムヒンダ油田は老朽化のため放棄されていた。それを反政府勢力のウニータが占拠、強引に再稼働させたらしい。最近ウニータは急速に装備を近代化している。米軍の武器が横流しされてるって噂だ。情報班の見立てでは、その仲介役はサイファーのフロント企業。ウニータの動向を追えば、そのからくりが見えてくるかもしれん。と。とりあえず聞き込み、ここと、こっちにも行っておこうかな。さっきビーチで、おっとここは足跡が。サイファーのスカルフェイスへの手がかりをつかむ第一歩だ。頼むぞボス。まずは油田施設へ向かってくれ。ここから荒山さを越えた北にある。現在村はウニータが占拠中。油断するな。すごい森や。うわリアルやな。光の差し込み具合とか。9年の間に歪な成長を続けた。戦士たちは戦争の犬になり下がり、プライベートホースと呼ばれて世界中の紛争地帯へ派遣されている。かつての仲間たちが大義も理由もなく世界中で命を落としている。ただ生きるために。特にこのアフリカでの PF の需要は大きい。東西対立、資源収奪、民族対立、先進国の繁栄がこの地に影を落とし、紛争の火種となっている。この地を覆う油まみれの湿地もその一つだ。はい、じゃあ目標の近くに、とりあえず聞き込みから。お、すごいデイドッグやるな。でももう一人おるよな。おるな。おった。着いたな。その村はウニータへ横流しされる物資の中継地になってる。武器や資源を蓄えているはずだ。なるほど。役に立つだろう。とりあえず後ろに回り込む。よし、とりあえずあの手前の敵を狙おうかな。あれ変しよう、こっちから行ったら。一応よしよし、よし逃げろ。あ、まずいか、バレたか。何しゃかべってるかわからん。ん？もう終わり？
当たるか。よし、弱いな。それはジギタリス、毒性があるが処方次第では。また次おる。気づかんかった。ヘルメットはかぶってないな。当たるか。よし、とりあえず聞き込みでもするか。ほい、兵器を感知。ドックすごいな、感知だらけ。じゃあ喋るんだ。あ、PF の連中が使っている言葉はアフリカンス。マジか。南アフリカ共和国の公用語だ。ボス、何を言ってるかを理解するにはアフリカンスの通訳スキルが必要だ。こちらでも対策を考えておく。しばらくは通訳なしでしのいでくれ。そうか、通訳がいるんか。えてえて、登られ。それはアフリカンピーチだ。花の形状がピンクッションとも呼ばれ、地元では鎮痛、鎮静効果を持つ伝統薬として利用される。よし、あいつが欲しいな。どう来る？止まったな。D ドッグ優秀やな。あ、待て。お、危な。よし、向こう見じゃん。よし、伏せろ。めっちゃおる。うわ、やば、めっちゃおるやん。仲間は。あ、そうか。アフリカンス語がそのあたりの傭兵たちのリンガフランカだ。尋問して情報を得るには通訳が必要だ。くそ、こうやっていけるかな。え、ちょっと敵多くね。え、ちょっと待って、何これ。ハテナマーク。回収する。了解だ。子供、少年兵か。子供をさらって兵士に仕立て上げる。うわ。子供たちは戦闘しか教わらない。やがて大人になれば、自分もまた子供たちに同じことを繰り返す。銃を覚えれば、兵力は大人と同じ。だが彼らは、まだ罪を知らない。ボス、子供たちは傷つけるな。それをやったらおしまいだ。ああ、これをやった終わりか。え、これすごい。何これ、ビヨーンって伸びてんで。欲しいな。どうしよう、とりあえず近づこうかな。どうやろうかな。いや、バレへんかな。いけるかな。あの奥の兵士も気になるよな。ふえー、どうしよう、子供がいっぱい。全員眠らすにはどうしたらいいか。
硬い。全員いけるか。うわ悩む、どうしよう。どっか行く。チャンスや。一人だけ連れてこられんかな。よし来た、当たった、ラッキー。いけるか。うお、ほい。よし。あ、後ろのやつ気づかれるかな。あ、ちょっとやばいな、気づかれそうやな。うわめっちゃ緊張する。か、いけるか。むずい。ほい。あーしくった。くそ、胴体にやっとくか。無理や、むずい。あ、来た来た。あ、寝たか。おお。とりあえずこいつが欲しいな。バレへんやろ。あ、バレたか。よしよし。こいつはまあもらっとこうか。てかちょっと死体を回収目的。うわ子供兵が、あやばい、子供兵回ってるな。回収する、了解だ。ダメだボス、その攻撃は無効だ。他の場所を狙え、あるいは武器を変えるんだ。おぉ、びっくりした。もうやばいと思った今のは。ちょっとこいつも。そうか、通訳おったらな。さあ、敵はどこにいますかなと。敵の反応がないやん。いや、ちょっと新しいステージにビビってる。ビビるわ。おっと、ない。なんて言ってるかわからん。あ、起きたんか。この雨音なら多少の足音はごまかせるだろう。さっき眠らしたやつ起きたよな。おっと、おお、優秀。うん、いける、いくか、攻めよう。あっと、来た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 。よし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 、おびき出そう。ほい。さあもっと遠くに。見えてるか。見えてない。よし、危な、ヘッドショットする。4か、これで。これで多分バレへんやろな。 80% か、ちょっと怖いな。
まあでもやるしかないっしょ。お願いお願い、助かって。あ、寝た一人。受け取った。おお、いけた。よし、とりあえずこいつをスッと。で、上気づくかな。気づかんな。くそ、よし、はい、おはよう。いや、目覚めないでください。じゃあ車で、よいしょ。おっと、敵多いな。見えてきたな。油田施設だ。原油の流出を止めるには送油ポンプを停止させ油水分離タンクを破壊する必要がある。なるほど。詳しくは端末で確認してくれ。はい、これを潰せばいいやなって思ったけど、敵が多いな。よし、さあどっから潜入しようか。こうぐるって回っていけたら一番便利やよな。いけるか。とりあえず潜入しようか。よいしょ。うん、まだおらんな。おるか。敵を感知。おっと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 、めっちゃおる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 。うわ、強いな。みんな欲しい。シンプルに。うわ、欲しすぎる。あ、すごい。いいとこか。こいつ欲しいな。うわ、すげえ、 D ドックすごいな。おお、一気にいっぱい。お、あれもそうか。うわ、一気にいっぱいやったな。まだでもおるな。うん、あの時は兵士が欲しいよな。あの奥から攻めていこう。やめた。はい、あ、無理か。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。次も視聴の方よろしくお願いします。